時刻は4時を回りました。繁栄軍師純栄の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。この番組は短期賃貸 .com、 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたします。本日は地域おこし協力隊の吉田隆さんにお越しいただきました。吉田さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、吉田さん先月、ね、はい、初めてお会いして、はい、そうですね、ひょんな流れからそうですねメッセージのやり取りは結構前から 2,3 年前ぐらいでしたっけ。そうですね、僕思い返してみたら 4,5 年前。あ、そんな前だったんだ以前このラジオに出てくださった下川浩二さん、下やんってね、はい、まあ、全国回ってる講演家の方が、はい、まあ、共通の友人というか、はい、知人で、その下ファミメンバーということでね、そうですね、つながりはあったんですけど、はい、先日初めてお会いして、沖縄にね、住んでらっしゃるということで、はい、ウォーズガーデンでしたっけ。すごい素敵な場所で、老舗の、はい、はい、もう初めてお会いしたと思えないぐらい、もうめちゃ話が盛り上がってすごい楽しかったです。いや、僕も楽しかったです、本当に。もうね、時間すごく豊かで、素敵な方だなと思って、その場でね、はい、吉田さん今度ね、ぜひ出てくださいってことでお願いして、今日僕でよければっていう感じなんですけども、もうね、経験値とか、まあ、はい、いろんなね体験もされてきてるので、その話がすごくたくさんの方の勇気につながるなと思って、思ったので、今日本当楽しみにしてます。よろしくお願いします。こちらこそです、よろしくお願いいたします。はい、で、今吉田さんがされてることも含めて、はい、少しちょっと自己紹介していただけると嬉しいです。はい、わかりました、はい、僕はですね、沖縄に引っ越しをしてきて、はい、今、1年ともう10ヶ月ぐらいになるんですけども、はいはいはい、北中城村で地域おこし協力隊っていうお仕事をさせていただいてまして、はい、簡単に言うと総務省の移住定住促進の、はい、まあ、事業の一つで、東京夫婦で、はい、東京から沖縄に引っ越しをしてきたんですけども、はい、まあ、それで、地域おこし協力隊って名前の通り、うん、まあ、町おこしであったりとか、うん、北中城村のそのお祭りのお手伝いであったりとか、はい、あとは地域の人たちとこう関わる中で、こんなことやってみようとか、あんなことやってみようとか、はい、そういった活動をさせてもらっていて、うん、最近は YouTube も実はちょっと配信を始めまして、はい、で、個人でやってる割には登録者数がだんだんとちょっと今伸び始めてきてるので、いいですね、ぜひ それも最後の方にイノベーションでイノベーションさせてもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。すごいね、今地域でね、自分たちの魅力っていうのは、うん、自分たちが気づかないことってあるじゃないですか。いっぱいありますよね、はい、なので他の、まあ、土地から見てどうなんだろうとか、うんうんうん、生活習慣に思ってたものが当たり前に思ってたことが周りから見ると、うんうんうん、いやこれ宝ですよっていうものがね、うんうん、新発見、はい、されていくと思うんですけど、うんうん、そういう形でね、地域をやっぱり応援してくださる、方がいらっしゃると本当心強いなと思うんですけど、この番組ではですね、はい、ゲストの方の転換期、人生の転換期、はい、ターニングポイントをお聞きしてるんですけど、うんうんうん、吉田さんの、はい、転換期って振り返ってみてどこにあったと思います？僕は2回人生の中であったかなと思うんですけど、はい、2回あった、はいはい、で1つ目が、はい、人間関係がうまくいかなくて、はい、もう死のうってこう、ほう、死を覚悟してた頃、はい、に妻と出会ってるので、それがまず1回目ですね、はい、なるほど。そしたらじゃあまずはこの1回目のターニングポイントについてお聞きしたいんですけど、死のうと思うほど人間関係がで悩んでたんですか？めっちゃ悩んでました。最初
はあの自己啓発系の本とかセミナーを結構受けまくってたんですよ。はい、でなんでかって言ったら自分自身をその変えたいっていう気持ちがあったんですけど、結構その仕事とプライベートを思いっきり分けてしまう性格が当時すごくあったので、はい、どうしてもその仕事は仕事で真面目にやる、はい、でも息抜きができない、で自己啓発系の本とか読みまくってたんで、はい、人に対してその愚痴をこぼせない、常に全部前向きに捉えなきゃいけないっていう頭の中にしてしまったがために、うん、頭でっかちになりすぎてどこに行ってもこういい話しかできない時期が、いい話っていうかそのこれ言ったら空気壊しちゃうかなとか余計な気遣いをしてしまってめちゃくちゃポジティブなオーラでなんかまとうみたいな感じ、はい、言葉もすべてまとってるんですけど中身めっちゃネガティブみたいな、もうすごいあの自分の気持ちとの折り合いがもう全然つかなくなってしまって、はい、結局その人間関係がうまくいかなくなるっていう爆発の仕方でしか当時こう生きていけなかったっていうのがあって、でもそれでもう社会人やってんのもう嫌だなと思った時期があって、はい、何を思ったかあの渋谷、あ違う新宿の路上の寒いあの地面の上に座って、はい、路上詩人っていうのを始めてしまうんですね。天竺マンがやってたあれですね、はい、天竺マンのショーを見て、はい、あ自分もやってみようってなぜか思ってしまって、うん、でもあの今考えると結構その時期もう11月12月の東京なので、はい、もうすごい寒いんですよ、はいはいはい、すごい寒い地面の上に、うん、ペライチのあのそこら辺で買った安い布を敷いて座るんですけど、はい、めっちゃ押し詰めた、めっちゃもう痛いぐらいですね、もう底冷えなんですよね底冷えしてであなたの目を見て描きますみたいなことをやるんですけど、はい、もう手もかじかんでて寒い震えながら描き終わって、うん、で結局その来るのを待つしかできない仕事なので、はい、うん、あればなのでもうその日全然電車賃も稼げなかったりとか、あともうあのホームレスの方がいらっしゃったりとかして、うん、何やってんだろうな自分はってもうボコボコにへこんで、うん、あもうこんなんだったらもう人生諦めた方がいいって思ってる、思ってもう本当に覚悟を決めた翌日に、はい、覚悟を決めて、覚悟を決めなかったからよかったんですけど、はい、覚悟を決めるって死のうと思ったってことですか。あ、そうですね、死のうと思って行動に移せなかったのがよかったんですけど、はい、今があるの で、はい、でその翌日にあの妻と出会って、で翌日ですか、はい、またあの別のセミナー、まだ その時セミナー通ってるんですけど、そのセミナーにあの通って妻とお会いした時に、あ、まあ、一目惚れをして、ほう、でその後そのまあセミナーもあり、妻とのご縁もあって、はい、だんだんとそのあ生きてみよっかな、生きててもいいかな、こんな自分でもっていう、こうなんかこう最初は笑ってる自分の顔を想像するだけで気持ち悪いっていうような、なんか本当にもう自分に自信が全然なかったんですけど、はい、そんなことがあって、そうでようやくその自分にもうちょっと生きてみよう、もうちょっと生きてみようってこう少しずつ自分に許可を出し始めてからですね、ようやくその死のうっていうところからよし生きようってこう、結構年月はかかったんですけど、やっぱりこうちゃんと生きていこう、あの妻もその時まあ彼女としてあの連れ添ってくれてたので、ここで自分が死んでしまったらもうどうしようもないなっていう気持ちから、こうよしじゃあ生きてみようって、こう死ぬと生きるってもう真逆じゃないですか。だからそこがこうガラッと変わったのが僕の1個目のターニングポイントかなと思います。この死のうと思って本当にあの生きる、死のうから生きるに、はい、まあ、年月かかったっておっしゃってたんですけど、うん、それどれぐらいかかったんですか。3、4年はかかってるんじゃないかな。結構かかってますね、はい、じゃあ日々の中でもその葛藤が出てくる時があったりするってことですか。ありました、ありました。でその、3年のこのグラデーションの中で、はい、人間関係ってどんなでした。あ、人間関係は、うん、あでもそのなんだ、最初の方はあんまり正直言ってよくはないんですけど、だん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 そのなんか付き合ってとか、そのなんだろうな、全部ポジティブ思考、はい、ポジティブ発言だったのが、うん、ちょっとずつネガティブを出してもいい人、うんうんうん、ある特定の人たちに対しては本音で喋っていいんだっていう人ができ始めたっていうのが、うんうん、自分の中ではすごく変化があったなと思います。
安心して話ができるんだっていう人が増えると、こうなんだろう、人生ってすごく豊かになるなと思うんですけど、はい、両親にも僕はその何でもかんでも話ができるっていう感じではないので、はい、ようやくだからその妻を筆頭に何人か徐々に話ができる人たちが増えて、その人生のボロボロだった時期をこうシェアできる仲間が増え始めたのもそのあたりだと思います、うん、へー、その仲間ってっていうのはお仕事関係ですか、それとも仕事以外の方で作ったんですか。あ、その当時は仕事以外ですね。どんなつながりなんですか。あ、妻と出会ったその塾で出会った人たちが結構、はい、うん、話ができる人たちなんですけど、まあ、その塾の 中でそのお互いのどん底だった時期を、はい、まあ、シェアをして、でもここだけのお約束でとどめようねっていうような、絶対外に出ないんだっていう安心感のもと話ができるっていう、そういう場所だったので、そこでこうお互いのもう何だろうな、自分で話するのってすごく辛いんですけど、人のから自分ってこんなこうこうこうで今大変なんだとかっていう話をしてくださると、逆に よく僕に話をしてくれたねっていう喜びって生まれるじゃないですか、はい、役割としてね、聞き役としても、はい、うん、それが自分の中で多分出てきたと思うんですよね。あ、そっか、話をするってことはその人にとってもしかしたらあのなんだこう頼ってるっていうサインなんだなっていうことが、はい、ようやく分かり始めてから、うん、ちょっとずつ、まあ、その表現が下手くそですから、うん、ちょっとずつでしかないんですけど、うん、その表現、あ、こう吐き出せるようになって、はい、で吐き出して、でも本音同士で話をするとなぜかその自分の頭の中では今までマイナスのことを言っちゃダメだったのに、うん、マイナスのことを言うとこの人とつながる、うん、はい、要はその自分の本心と本心で話をするとお互い絆ができて、できて、それがこうだんだん深まっていくんだっていうのにこう、まあ、今言葉では表現できるんですけど、当時それが多分感覚としてようやくつかめ始めたと思うので、なんかそのあたりからちょっとずつ変わり始めたかなと思います。なるほど。もう人にとって僕もね、あのカウンセリングというかこの人のお話をね、はい、あの聞いてその内面をね、一緒に旅するっていうコンテンツで相談させてもらうんですけど、やっぱりポジティブだけじゃあの人って生きられないんですね。あの光、ポジティブっていうすごい光を当てれば完全にあの影がもう濃厚に浮き上がってくるから、ネガティブっていうのは当然出てくるんです、光と影で。でそこあるのに見ないようにするっていうことが本当苦しいですからね、うん、そうですね、あれ、うん、今おっしゃる通りですね、はい、あるのに表現できない、見ないふりばっかりしてたので、はい、余計にどん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 辛くなっていったっていうのはですよ、ね、もう本当におっしゃる通りです、うん、でこの言葉は自分 このポジティブもネガティブ もうさらけ出してあの出す、もうセキュアベースっていうんですけど、うん、もう安全安心できる場が一個でもあるだけでも人ってものすごく救われて、自分の立ち位置だったりあの自分の中で、あ、自分ってこういうふうに思ってたんだっていうのを、要は自己一致っていうんですけど、あの、内面と言葉が一致する、それがつながると人ってめちゃくちゃあの変わっていくんですね、うんうん、で今ねあの体験をお話ししていただいて、やっぱりそのシェアして自分の内面を吐露する、苦しかったことを吐露してそれを聞いてくださるメンバーがいて、その人がもう奥様だったり、でその人と出会ったっていうのがもう生きるに変わったっていうのがすごくなんかあの分かりますね。ありがとうございます。もうこれね、あの聞いてくださる方でもし今同じ課題で悩んでる方は、そういうねあのセキュアベース、あの他の人に求めることがであの、まあ、一番いいとは思うんですけど、今時点でそれ話せる人がいなくても、うん、一番自分の言葉を聞いてるのって自分ですね、うんうん、自分一人からでもそれを始めることができるので、ぜひぜひね、そういう死を考えている方にはね、吉田さんみたいなその言葉をまずネガティブも出していくっていうのも一つの手かもしれないです ね、うん、そうですね。いや、すごい面白い経験されてますねごめんなさい、ありがとうございます。一旦ここでですね CM 入れさせてもらって、はい、後半の方でねまた、もう一つの、転換期の方もねちょっと伺っていきたいと思いますんで、はい、はい、一旦 CM です。民泊運営できなくなったお部屋の集客、
空室対策でお困りの物件オーナー様に朗報です。今あるお部屋を家具・家電付きのマンスリー物件として活用するために集客のお手伝いをいたします。詳しくは短期賃貸 .com で検索。ジョナサン、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 お宝探しはジョナサン。ジョナサン、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 売るのも買うのもジョナサン。何でも揃うよ、一度はおいでよ、リサイクルショップの激安ジョナサン。高価買取のリサイクルショップジョナサン、 897-8055。 軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、吉田さんの一つ目の転換期、大きな転換期で、死のうと思ってた、時期から、奥様との出会いを通じて自分の内面、ネガティブにもう出してはいけないと思ってたネガティブな面も安心して話せる人に巡り合えて、そこから、それをね、吐露できる仲間も増えていって、でそれがきっかけで生きるっていう方向性にね、自分を変えていったっていう話を、していただきましたけど、はい、ですね、後半ではちょっと2つ目の転換期についてお聞きしたいんですけど、はい、2つ目の転換期って何があったんです？はい、僕もともと保育士なんですけど、はい、京都で、東京に住んでたんですけども、はい、京都で、はい、保育園を開かないかっていうような、園長やらないかっていう話があって、はい、でそこに夫婦で乗っからせてもらって、ほう、で私は、園長させてもらって、はい、で妻はその保育園の中で調理を、担当してもらうっていうようなことを、はいはいはい、させてもらった経験があったんですけども、はいはい、蓋開けたらすごくその誘ってきた人がブラックだったっていうところがあって例えば どんな感じなんですか、ブラックっていうと。ちょっとおかしいなと思ってたんですけども、はい、3ヶ月経ったあたりからですね、なんか僕たちも荷物まとめて京都に引っ越しをして、はい、でその経ったあたりからどうもなんか怪しいこと言い始めたなと思ったら、ある時ですね、翌月から11万減らすって言われた。給料ですか？はい、僕のお給料だけでも11万減らせよみたいなことを言われて、翌月からってもういきなり宣言もう、そうなんですよ、でそれでもう書類もちゃんとできていてであとはもうこちらがサインしてしまうと全てがその通りになってしまうっていうような、むちゃくちゃですね。もう本当むちゃくちゃだったんですよ。でも夫婦で僕ら、合わせて14キロかな、痩せちゃったぐらい、5キロ7キロあ13キロかな、痩せるぐらい、はい、もう結構なやり取りがあって、新郎でこの、あ、そうです、新郎 でそれで無料 の弁護士さんに相談行ったりとか、はい、でどこどこの労働組合さんにお世話になったりとか、はい、でまあ、そんなことをして、で結局荷物まとめて、はい、東京に帰ってくるんですよ、はい、でその時に僕ら夫婦で、はい、あ、ちょっと生き方変わったなと思ったのが、うん、これお互いにもう、はい、東京も僕ら出身の土地ではないところで仕事もしてましたし、うん、で京都で、まあ、そういったことがありましたけど、うん、職場の方とは仲良くしてたりとか、はいはい、仕事もそうだ、うまくというか子供たちとも、うん、親御さんともうまくいってたので、はい、あ、なるほど、僕たちはもうどこに行っても大丈夫だねとちょっとパッカンってしてしまったんですよ。どういうことかというと、その、うん、どこに行っても仕事がまずあって収入があって、でそこの人たちと住む人たちとその人間関係がうまく築いていけたら、もう別にこれはどこ行ったってきっとうちらは大丈夫だっていう、うん、自信になったんですねもうむちゃくちゃな要求をしてくる経営者さんですね。もうひどかったですね。うん、子供たちのおもちゃもなかなか増えないなとか、はい、ちょっと変な人たちだなっていうのはあったんですけど、お、まあ、ちょっといろいろ聞いてみたら、うん、おそらく最初にザル勘定しすぎてて、はい、で結局経営が逼迫してしまったっていうところだったみたいで、特に保育なんかはビジネスっていうよりも、なんだろう、奉仕も半分以上奉仕の、うんうん、
ものじゃないですか。そうですね、当然僕もね昔あの保育所を経営してたことがあったので、はい、あのやっぱりその辺その気持ちがないと、うんうん、到底経営なんか続けられない、うんうん、利益なんかほとんどもう薄いんで、っていうところがありますから ね、あの認可外とか特にそうだし、うん、認可外にしてもやっぱり運営費としてやるので、うん、ほとんど人にかけるっていうのが、うん、内側の部分だと思うんですけど、うん、それを ね人をまず削ると、はい、人があって初めて成り立つ、ねうん、人とあのその思いがあって初めて成り立つお仕事でこれを削るっていうと、もともと保育士をされている方からすると、はい、もうとんでもないお話ですもんね、うん、本当にとんでもなかったですね、一緒に入ったその僕たちよりも年齢の若いすごいできる先生たちもたくさんいらっしゃったんですけど、はいうん、その方たちの方が先にその嫌がらせを受けるようになってしまったので、だから僕たちとしてもどうにかその改善ができないかって結構翻弄していろいろ走り回ったりとかしてたんですけど、結局まあなんだろうそのまあご縁としては、はい、あその方先生たちとも仲良く今させてもらってるんですけども、なかなかその現状を打破するってことにはなかなかできなかったので、いろいろとこう何だろう新たな学びをさせてもらったなっていうような、ちょっと苦いような経験も記憶もありますけども。ああなるほど。でもその経験を通してかなりストレッチになりましたね、はい、自分のそうです、ね、許容範囲っていうか懐を広げるのに、はい、あのポジティブにいいことに広げるのもあるんですけど、ネガティブの方に引っ張られるのも、うんうん、あの結果袋が大きくなるのには変わりがないじゃないですか。そうですね、そういう意味ではその、うんうん、自分のねあのネガティブの方にめっちゃ引っ張ってくれて、はい、袋が大きくなって結果そこから得た学びっていうのが、どこでも暮らしていけるっていうことなんですか、はい、きっと僕たちならどこ行っても大丈夫だねっていう、すごい大きい経験ですね、はい、でその経験されてからやっぱりあのその通りなあの感じで展開していったんですか、どこ行っても行けるっていう。ああでもそれはあの、まあ、半々ではあるかなと思うんですけども、はい、でもその経験はすごく生きてるなとは心から思います。あの京都の時までは、うん、職場の方と遊ぶってことが僕はそのプライベートと思い切り分けちゃってたので、はいはいはい、なかったんですけども、うん、あのもうその時職場の方とすごい仲良くさせてもらって、うん、でそれが自信になったっていうのはありますね。だからそのどこ行っても仕事と人と仲良くしてれば絶対大丈夫っていうのは、うん、本当にその京都の時に学ばせてもらったのですごく良かったなるほど。 今ですから言えますけどねその時は学ばせていただいてるという感覚にならないですけどね。大変でした、いや面白いな。でもねあの吉田さんすごく、一つのことにも丁寧に真面目に取り組んで来られる性格なので、やっぱり仕事とプライベートを分けてっていうことで、逆にそれがねあの自分を苦しめてた要因だったと、はい、だからそれがあの職員の方とかあの一緒にしてもあとまず小さいコミュニティから作っていくっていうところから、はいうんうんうん、だいぶ楽になっていったって感じなんですかね。もう本当におっしゃる通りですね。そしたらじゃあ沖縄に来るのもすごく、はい場面としては変わっていくんですけど、じゃあその中でもじゃあやっていけるっていう感じですかね。そうですね、吉田さんの話ねあの前もお茶した時もいっぱい聞かせてもらって楽しい話たくさんあるんですけど、残念ながら番組がですねもう少しで終わっちゃうので最後ですねちょっとあのインフォメーション聞かせていただければ、はいはい、ありがとうございます。僕たちあの北中グスク村の発信で YouTube をさせてもいただいております、はい、で、カタカナで北中でその後漢字で協力隊 TV と北中協力隊 TV とあの YouTube で検索していただきますと、はい、あの村内の情報を、はい、僕らあの協力隊3名いますので、はい、ちょっと面白おかしく楽しくやっていますのでぜひあのご覧いただきたいと思います、はい、僕もこの前ねあの見せていただいたんですけど すごくね賑やかで本当楽しいチャンネルになっていますので、はい、ぜひぜひ皆さんあのご登録ください。本日も本当ねあっという間でしたが、あの本当今日お忙しい中来ていただいてよろしいです。こちらこそです。ありがとうございました。本日のゲストは地域おこし協力隊の吉田隆さんでした。これからのご活躍を楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日の吉田さんのお話はいかがでしたでしょうか。
本日の放送内容を再度お聞きになりたい、ご本人とつながりたいと思った場合は、僕の YouTube 専用チャンネルにですね、今回の放送内容と一緒に動画の概要欄に先ほどの吉田さんの、YouTube チャンネルのリンクも貼っておきますので、そちらの方から、ぜひぜひ辿って吉田さんともまたつながっていってください。でその際に、繁栄軍師で検索されると見つかると思います。でその時に、チャンネル登録とか、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。この番組は短期賃貸 .com 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたしました。来週も素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さよなら。